山村さん、よろしくお願いいたします。地域環境研究センターの山村です。よろしくお願いいたします。今日は、雨にも負けず、くせ毛を生かした髪型にしてまいりました。私の話題ですが、前者に引き続きまして、生物のお話にはなりますが、私の講演での主役はその中でも、目に見えない小さな微生物となります。本題に入ります前に、少し研究の背景として土壌汚染についてお話しいたします。近年、先進国では、市街地の再開発に伴ってこの土壌汚染が、判明するケースが増加してきています。で、我が国でも90年代頃から社会問題として大きくクローズアップされるようになり、それを受けて2003年に土壌汚染対策法が施行されました。こちらのグラフはですね、この土壌汚染調査および対策事業の市場規模を示したグラフですが、ご覧のようにまず平成18年で一度ピークを迎えて、その後減少傾向を迎えますが、最近ではほぼ1000億円規模で推移していることがお分かりいただけると思います。またこれを対策と調査の内訳を見てみますと、そのほとんどが対策に費やされているということが分かります。次にこちらが環境省が毎年行っております土壌汚染調査の報告書から抜粋したグラフでして、どのような汚染物質がよく原因物質として検出されているかということを示しています。ご覧のように真ん中の重金属等による検出事例が圧倒的に多く、今日の話題であるヒ素もかなりの頻度で検出されていることがお分かりいただけると思います。こうした土壌汚染の対策としてさまざまな浄化技術があるわけですが、これを大きく分類すると物理化学的浄化技術とバイオレミデーションと呼ばれる生物学的浄化技術に分けられます。で、物理化学的技術の方はコストは高いんですが、時間がかからないというメリットがあります。一方バイオレミデーションはこの逆で、コストは低いんですが時間がかかるという特徴があります。で、どちらのどのような技術を使うかというのはケースバイケースにはなるのですが、実はこのヒ素を含めて、ヒ素だけでなく金属汚染土壌というのはこの汚染除去事例の約9割がで掘削除去除外処分、つまり汚染土壌を丸ごと廃棄物として処分してしまうという方法が取られています。と言いますのも、こちらのバイオレミデーションというのは、有機物汚染に対してはすで、に一部実用化されているのですが、現状ヒ素に有効な技術がありません。で、なぜかと言いますと、有機物というのは、微生物を使って、分解させてやれば無害な無機物の二酸化炭素や水になります。しかしですね、ヒ素などの場合、ヒ素など金属の場合、もともとそもそも分解できない無機物の状態で問題となっているからです。ではこのヒ素で汚染されてしまった土壌をどうすれば浄化できるのかということですが、その一つの答えとして考えられるのが、この土壌中のヒ素を水の方に溶出させる、つまり水で洗い出してやるという方法です。で、そこに微生物の力を借りようというのが私たちの研究となっています。これからの話題ですが、まず本講演のキーワードであるヒ素と呼吸についてそれぞれ簡単に説明いたします。その後実際に行った実験のお話を3つ、それぞれヒ素呼吸細菌が土壌浄化に使える、目指せ溶出率アップ、土壌細菌群の驚くべきヒ素溶出力とタイトルをつけていますが、詳細はそれぞれのパートで説明いたします。で、最後5番目として、このヒ素を溶出させた後その後はと書いていますが、この溶出させた後の水に入ったヒ素をどうするのかというところについても少しお話ししたいと思います。それではまずヒ素についてです。元素記号は AS と書きます。一般的に金属元素に分類されることも多いのですが、厳密には金属と非金属の中間の性質を示す 半金属元素として知られています。
また地殻中に広く存在する元素でありますことから、侵食や風化、地熱水といった自然作用を受けて地表に供給されます。そしてこの環境中には至る所に微量ながらヒ素が存在しています。また実は私たち生物の体の中にもごく微量に存在しています。土壌中では一般的にですね、15ミリグラムパーキログラム以下という低濃度で存在するのですが、これは実は地層によってこれ以上の濃度で存在することもあります。一方ですね、金属鉱石や石炭などに不純物として含まれていますことから、鉱山採掘や金属製錬、石炭火力発電といった人為的活動の結果に伴って不純物として生ずることがあります。でまたその生じた不純物というのは、実は一部は半導体の原材料になるなど、私たちの身近で役に立っていることもあります。で、一口にヒ素と言いましても、実は、有機体、無機体、さまざまな化学的形態があります。しかし土壌中ではですね、土壌環境中では、主に、無機体で酸化数5価のヒ酸、そして同じく無機体で酸化数3価のアヒ酸で、ほとんどが存在することが知られています。これら無機体のヒ素というのは毒性が高く、急性毒性、慢性毒性、発がん性を持っています。また最近では内分泌かく乱性、いわゆる環境ホルモンの活性を持つのではないかということも疑われています。で一般に、酸素がある、豊富にある好気的環境というところでは、この飛散の状態でほとんどが存在し、土壌にくっついています。一方これが、地下耐水層のような酸素のない環境ですと、このアヒ酸の形で水の方に溶出してくるということが知られています。こちらについてちょっと後でまた詳しく説明いたします。次に呼吸についてです。呼吸というと皆さん、酸素を吸って二酸化炭素を吐くこととイメージされていると思いますが、生物学では、その間に起こる、細胞内で起こる、さまざまな化学反応を総称して呼吸と呼んでいます。私たちの場合ですと、食事で取り込んだ有機物を細胞内で酸化分解することで製造のためのエネルギーを得ているわけですが、酸化というのはこの電子を失う反応ですので、ここで生じた電子というのはこの細胞内でさまざまな物質を渡っていきます。でそして最後にこの電子を受け取るのが酸素になります。そのためこの酸素のことを電子受容体と呼びます。で電子を受け取った酸素は還元されて水へと変化します。そしてある種の微生物というのは、この呼吸の電子受容体に酸素以外の物質を用いることがあります。それをこの酸素を使った呼吸を専門的には呼吸と呼ぶのに対しまして、嫌気呼吸と呼びます。で嫌気呼吸には、例えば硝酸や鉄、あとは硫酸など実にさまざまな物質が使われます。そしてこちらも同じように、先ほどの酸素と同じように嫌気呼吸としての電子受容体として使われますと、還元されて亜硝酸などの酸化数の異なる物質へと変化します。そして今日の講演タイトルであります、ヒ素で呼吸する微生物、ヒ素呼吸細菌はこの電子受容体にヒ酸を用います。そうするとこのヒ酸は還元されてアヒ酸に変わります。それでは、ここから具体的な研究のお話に入っていきたいのですが、先ほど、ヒ酸はくっつきやすくてアヒ酸は、水に溶け出しやすいと申し上げましたが、それはこれらの、物質の性質の違いによるものです。ヒ酸というのは吸着性が高いという性質を持っているので、土壌中では鉄やアルミニウムといった、鉱物粒子に、吸着して、この土壌粒子に保持されています。これを、ヒ素呼吸細菌が、呼吸に利用して還元されると、アヒ酸に変わるわけですが、アヒ酸の方は吸着性が低いという性質を持っているので、この土壌粒子から離れて溶出してくるという現象が起きます。これは、地下水への汚染といった意味では困った反応になるわけですが、これをうまく使えば、冒頭でお話ししたこのヒ素を水で洗い出すという方法につながります。つまりこの反応をうまく応用すれば、ヒ素汚染土壌のバイオレミデーションを開発できるかもしれません。
しかし、まあ、これはあくまで理論的な話でして、そもそも本当に土壌浄化にそんなうまく応用できるのかという疑問が湧きます。まあ、と言いますのも、この時点で、ヒ素だけでなく金属で汚染された土壌を微生物で浄化しようという研究を世界的に前例がありませんでした。まあ、そこで、まあ、その可能性をまず探るためにこのヒ素呼吸細菌の純水菌株を用いたモデル実験を行いました。実験に用いたのはこちらのバシルスセレナータールセナティス SF1 株というヒ素呼吸細菌の一種です。こちらの細菌は酸素があれば酸素を使って呼吸をしますが、まあ、なければ砒酸や硝酸などを使って嫌気呼吸することができます。で、この細菌、この菌株は、まあ、この時点で、それまで知られている砒素呼吸細菌の中でも、まあ、トップクラスの砒酸還元能力を持っています。で、まあ、一つ余談になりますが、この細菌は私たちの研究グループで発見したこのバシルス属の新種の細菌です。で、このセレナタアルセナティスというのは、まあ、私たちのグループで命名したものなのですが、まあ、見た目かっこいいかなと思ってこんな長い名前にしたんですが、まあ、いつもこういうところで話すときにいつ噛まないかとヒヤヒヤするので今では少し後悔しています。まあ、それは冗談として、まあ、言いにくいので以降はこの SF1 株とこの菌株を呼ばせていただきます。ではこの SF1 株を使ってどんな実験をしたかということですが、まず、実験用のガラス容器に、実際の汚染サイトで採取したヒ素汚染土壌を加えて、高圧蒸気滅菌と呼ばれる方法で、無菌状態にします。これは SF1 株以外の細菌の影響をなくすためです。そして同じく、無菌状態の、まあ、ボックス内で、培養液と SF1 株を加えて高温室で培養しました。でもしこの SF1 株がこの汚染土壌からヒ素を溶出する能力を持っていればこの培養液中のヒ素が増えていくはずですので、まあ、その濃度を適時測定いたしました。でこちらが結果になります。グラフ横軸が時間、縦軸が培養液中のヒ素濃度となっています。ご覧のように SF1 株を入れてない場合でも、まあ、少しヒ素が溶出してきていますが、実験期間中それほど大きな変化はありませんでした。これに対して SF1 株を加えた場合、時間の経過とともにヒ素が培養液中のヒ素が、上昇していることが分かると思います。そして実験7日後には入れてない経緯に比べまして、2倍以上のヒ素が溶出しました。つまりこれでヒ素呼吸細菌がこの汚染土壌から実際にヒ素を溶出除去できる能力を持っているということが明らかとなりました。しかし、計算してみますと、基準値をクリアするにはまだ少し、除去率が足りませんでした。そこで、目指せ溶出率アップということで、まあ、次の手を打つことにしました。ここで、少しおさらいしておきますと、この方法のポイントというのはこの鉱物にくっついている砒酸を砒酸に還元して溶出させるというものでした。実はここで、この、砒素を溶出させるにはもう一つ方法があります。それがこちらの右側に示した図になります。先ほどはこの、くっついている砒素に直接アタックしていたのですがこちらの方はそうではなくてくっつけている鉱物を溶かしてついでにヒ素を溶出させようというものです。鉄というのはですね酸化の、酸化数酸化の状態では、南陽性の鉱物を、形成しているのですがこれを、二価に還元すると溶出しやすくなります。で先ほどの SF1 株もこの鉄を、還元する能力を持っていますので、それを促進してみることにこの鉄の還元を促進してみることにしました。じゃあどうやって促進するんだということになりますが、先ほども申し上げましたように、鉄というのは酸化の状態では不溶性の状態です。ですのでこれを直接還元するのはとても大変です。ところがこの一部の鉄呼吸細菌というのはこの間に
この電子メディエーターと呼ばれる物質を挟むことで、実に効率よくこの鉄を還元するということが知られています。そこで、この電子メディエーターが、ヒ素の様子も促進、を加えるとヒ素の様子も促進できるのではないかという、まあ、着想を得たわけです。それで、この電子メディエーターのモデル物質であるこの AQDS という物質を使って、まあ、先ほどと同じ実験を行いました。こちらの物質は、還元されるところの真ん中の方が OH になって、まあ、酸化されるとまた元に戻るという性質を持っています。でこの電子メディエーターを使うもう一つ、いい点としては、必要最低限の量さえ添加しておけば、まあ、あとはこの系内でぐる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 繰り返し使われるというところです。でこちらが結果になります。先ほどお示ししたグラフとは違いまして、実験7日後の、培養液中のヒ素濃度を表しています。右から何も加えていない系、AQDS だけ加えた系、 SF1 株だけ加えた系、両方加えた系になっています。でご覧のように、SF1 株がいないところに AQDS だけ加えても、まあ、何も起こらないんですが、SF1 株と一緒に AQDS を加えるとこのヒ素の様子が大幅に促進されました。次にこちらは、まあ、同じく実験7日後に、今度はこの土壌中に残存しているヒ素の濃度を実際に、測定した結果です。この点線のラインが、土壌汚染対策法に、の、含有量基準となっています。でご覧のようにこの AQDS と SF1 株を加えると、この、基準を、まあ、クリアすることができました。これでようやく、まあ、このヒ素呼吸細菌が、土壌浄化に使えるんじゃないかなということが明らかとなっていけたわけですが、ここで、もう一つ検討しておかないといけないことがあります。ちょっと待って、その細菌土壌に加えていいのと書きましたが、今までの実験というのは、汚染土壌に対して外から細菌を加えるというものでした。でバイオリミネーションの中でもそういった外部から細菌を添加するという方法をバイオオーグメンテーションと呼びます。一見簡単そうな方法には見えるのですが、この外来の細菌を、添加するわけですから、実際に実施しようとしますと、生態系への影響評価など、まあ、さまざまな、安全性の評価をクリアする必要があります。そしてまた、先ほどのような純粋培養での実験ではうまくいくんですが、実際にその、他の細菌がいるところに添加してみると、この添加した細菌が、まあ、土壌生態系の中で淘汰されてしまって、まあ、うまく働かないという場合もあります。まあ、こうした、課題の多さから、実はまあ長らく研究されてきた有機汚染物質の浄化の分野でも、未だに、実用化に至った例がほとんどありません。でこれに対して、もう一つバイオシミュレーションという方法があります。こちらの方法というのは、外部から細菌を添加するのではなくて、土着の細菌、つまりもともとその土壌の中にいる細菌を、まあ、栄養を添加するなどして、まあ、活性化するというものです。こちらについては、有機汚染物質に関しましてはすでに一部、実用化されておりますので、実用化しやすいというメリットがあります。しかしですね、こちらの方法の、まあ、一つデメリットとしては、そもそもこのそこの土壌に、お目当ての細菌がいなければ活性化のしようもありません。で実はですね、それまで、ヒ素呼吸細菌というのは、一部の特殊な環境にしかいないと思われていました。ですので、最初この方法を目指すという発想はありませんでした。しかし、まあ、ある時転機が訪れました。私たちが、この研究と別で行っていた実験、まあ、今日はちょっと時間の関係で、詳細は割愛しますが、この国内、まあ、各地の森林土壌を用いた実験で、どうやらこのヒ素呼吸細菌というのはどこにでもいそうだということが明らかとなりました。まあ、それでこのバイオスティミュレーションができるかもしれないぞという手応えを得たわけですが、残る問題はその能力です。そこで次に、それを実証するための実験を行いました。
方法は、先ほど行った、SF アンコを使った実験とほとんど同じです。使った汚染土壌も同じです。違うところは2つ、1つは、電子ミディエーターとして AQDS ではなくビタミン B2 を使ったというところ。まあ、皆さん聞きなじみのある物質だと思いますが、まあ、食品にも含まれている物質ですので実際に土壌に撒いても安全です。そしてもう一つが、SF1 を加える代わりに、土壌と水を混ぜて懸濁させたものを、土壌細菌群として加えたところです。こちらの土壌は、つくば市内の菜園で採取したもので、ごく普通の土壌です。でもちろん、ヒ素などによる汚染もありません。するともう先ほどからちらちらこのタイトルで見せてて、ネタバレしてると思うんですが、驚くべき結果が得られました。こちらのグラフ、横軸が時間、縦軸が培養液中のヒ素濃度となっています。で、この点線のラインを超えると汚染土壌中から、基準含有量基準をクリアするヒ素が除去されたということになります。ご覧のように、土壌細菌なしの場合は、ほとんどヒ素が溶出してきませんが、先ほどの菜園の土壌を、土壌細菌を培養液で活性化しただけでこのラインに迫るヒ素が輸出しました。そしてここにビタミン B2 を加えると、それをクリアし、最終的に、計算してみるとなんとこの SF1 株に匹敵する、除去率が得られました。これでつまり、ごく普通の土壌の中にも、高いヒ素の溶出能力を持つ細菌が存在するんだということが明らかとなったわけです。こうなると、気になるのはその正体です。どんな細菌がいるのか、果たして本当にヒ素呼吸細菌がいるのかということを調べるために、前者の講演にもありました DNA、遺伝子解析を行いました。方法を簡単におさらいしますと、まず実験サンプルから DNA を抽出します。このままですと、いろんな遺伝子がごちゃ混ぜの状態ですので、そこから解析ターゲットとする遺伝子をPCR という方法で増幅します。そしてそれをふるい分けの作業を行った後、DNA シーケンサーで塩基配列を解読し、それを、データベースと照合して解析します。こちらはまず、どんな種類の細菌がいるのかということを調べるために、すべての細菌が持つ 16S リボソーマル RNA 遺伝子という遺伝子を調べた結果です。こちらの遺伝子は細菌の分類の指標として広く使われているので、専用のデータベースで解析することができます。このグラフは得られた配列を門という階級で分類して、どの門の細菌がどのぐらいの割合でいるのかということを示したものです。ご覧のようにまず実験前というのは青や赤や緑や紫、オレンジといったさまざまな門の細菌が検出されていますが、実験後はどちらの系でもこの赤で示したファーミキューテスというものの細菌が優先していました。そしてこのファーミキューテスの中身を一つ下のコウという階級で見てみると、その半分、大体半分強がどちらもこのクロストリティアというコウで占められていることが分かりました。次にこちらはヒ素呼吸細菌を調べるために、今度はこのヒ素呼吸細菌だけが持っている ARRA という遺伝子を調べた結果です。こちらの遺伝子は専用のデータベースというのがないので、あらゆる遺伝子が登録されているジンバンクというデータベースにアクセスして、似ている配列を探し出してきて、こちらに示したような分子系同時という図を書いて解析します。でこの黒の太字で ARRA と示したのが全て今回のサンプルから得られた配列になるんですが、どうやら今回の得られた配列というのがこの赤で示しましたクロストリディアに分類される細菌の持つ ARRA 遺伝子と極めて近いということが分かりました。ここで先ほどの 16S リボソーマル RNA 遺伝子の結果を思い出していただきますと、どちらの系でも半分強が、クロストリディアでした。つまり、この2つの結果を、合わせて考えますと、
まあ、どうやらこのクロストリディア項の細菌がヒ素の様子に関わっていそうだということ、そして、まあ、その中に実際にヒ素呼吸細菌がいるんだということが明らかとなりました。で、最後、5番目ヒ素を輸出させたその後はという話題ですが、ここまでの方法で、土壌はきれいになりました。しかしまだこのヒ素の入った水というのが残っています。もちろんこれをそのままにしておくわけにいかないので、これをどうしようかということも考えておかないといけません。で、それでまたこの図に戻ってくるのですが、今このヒ酸を亜ヒ酸に還元して水の方に輸出させました。この亜ヒ酸をじゃあ水の方からどう取り除くのかということになると、この逆の反応、亜ヒ酸からヒ酸への酸化が使えます。繰り返しになりますが、この亜ヒ酸というのはこの吸着性が高いという性質を持っているので、鉄やアルミニウム鉱物を使った吸着法など、まあ、すでに今、利用されている技術で、除去することが可能です。そして、まあ、ヒ素を還元する細菌もいれば、もちろん酸化する細菌もいます。実は、東南アジアをはじめとして、まあ、世界各地でヒ素による地下水という、汚染という問題が大きく広がっておりますので、まあ、こうしたヒ素酸化細菌を用いた水中からのヒ素技術、除去技術というのは現在国内外で活発に研究されています。また、私たちの研究グループでもこのヒ素酸化細菌の研究を行っています。先ほど少しご紹介した国内各地の森林土壌を用いた実験で、このヒ素酸化細菌もどうやらどこにでもいるようだということもが明らかとなってきました。また霞ヶ浦などの古生の低デの用いた遺伝子解析、こちらの場合ヒ素酸化細菌だけが持つ AIOA 遺伝子というものを解析したものですが、こういった研究からこの環境中には実に多様なヒ素酸化細菌がいるんだということが明らかとなってきました。それでは、本講演のまとめです。これまでの私たちの研究から、このヒ素呼吸細菌を利用することで汚染土壌から水にヒ素を溶出させることができる、これが、土壌浄化に、技術に応用可能であるのではないかということが明らかとなってきました。また、そこに電子メディエーターを、組み合わせることで、ヒ素の溶出を促進して、今回、の実験で用いた、対象とした汚染土壌に対しては基準値以下までのヒ素除去が可能でありました。また、特殊な細菌を用いない、バイオシミュレーションでも同じことができるということが明らかとなり、実用化への道筋を見出すことができました。今後の課題としては、まあ、実用化に向けた実験系のスケールアップや、また先ほどお話しいたしました水中からのヒ素除去技術を どのように組み合わせていくのかということが挙げられます。将来的にはこちらの図に示しましたような、この汚染土壌を、まあ、場外搬出せずに汚染サイト場内で浄化して、埋め戻す、そして溶出させたヒ素は、鉱物の形で回収して、資源化するという、まあ、一連の浄化プロセスに発展させていきたいと考えています。まあ、こうした技術が実現いたしますと、省エネルギー省資源での汚染土壌の浄化が可能となり、またブラウンフィールドと呼ばれる、現在コストの高さから浄化を行えず未利用となっている土地の解消にも貢献できるのではないかと考えています。講演内容は以上になりますが、最後に一つ、もう一つだけ余談があります。今日の講演の中で、私たちが新種の細菌を発見したと偉そうなことを申し上げたんですが、実は微生物学の世界で新種の発見というのはそれほど珍しいことではありません。と言いますのも、自然界に微生物の中で、我々がこれまで発見している種というのはまだ全体の 1% にも満たないと言われているからです。もし、いつもの道の、いつもの景色に飽きてきたなと思われることがありましたら、ちょっと道端の土を見てみてください。そこには今日お話ししたヒ素呼吸細菌やまだ誰も知らない細菌が、たくさん眠っています。そしてその中にはもしかすると、将来誰かが発見して、長い名前をつけてしまって、
自分は全然悪くないよ、後でブーブー言われるというような細菌もいるかもしれません。まあ、そう考えるといつもの景色がまた違ったものに見てくれ、見えてくるかもしれません。私からのお話は以上となります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではご質問を受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。マイクランナーが駆けつけますので、それまで挙手をお願いいたします。非常に興味深いご講演ありがとうございました。最後の図でありましたように、はい、人の回収も考えると、全く現地ではなくてオンサイト処理で一旦掘削して、まあ、タンクのようなところでの処理を想定されているのかなと思うんですけど、まだこれは技術の開発段階なんですけども、はい、将来的に、小コストのですね、技術を目指される中で、はい、すみません、ケチをつけるのも全然ないんですが、はい、掘削するということで結構費用がかかるような気もするんですが、はい、そのあたりトータルでやはり小コスト の、 目処が見えておられるのかなというのが1点と、はい、それから、電子メディエーターを添加することによる何かやっぱり土壌細菌環境の他の何か影響みたいなことというのはあまり懸念しなくていいんでしょうか。その2点よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まず1点目からお答えいたしますと、おっしゃる通り今の状態では今日のご講演では、このようなオンサイトの、想定して、将来像を提示させていただいたんですが、例えばそのサイトの、下層に不凍水槽があって、地下水の流れもはっきり分かっているというような場合でしたら、注入性と揚水性を設置して、この先ほどご紹介した電子メディエーターとか、炭素ゲーターそういうものを入れて、現地で、やるということも可能なのではないかと考えています。ただ、そういうのを分かっていないですとか、あと、極めて高濃度であるとすぐに処理をしないといけないという場合などは、掘削してしまって、オンサイトで、簡便な、処理を、できるだけ簡便なシステムを作って、それで処理をするという、一つというよりはいくつかのバリエーションを、この後、考えていきたいなと考えています。で2つ目のご質問、電子メディエーターの転換はあまり土壌、細菌環境等に影響を考えなくていいんでしょうか。はい、電子メディエーターなんですが、もちろん、それも今後ちょっとモニタリングはしないといけないなとは思ってるんですが、そもそも、実はこの、研究着想を得た論文がありまして、それはどういうことかというと、もともとですね、土壌の中に、不眠質というものが含まれてまして、でそれがもともとはそのもう微生物とかが使い切った後のカスがこう縮小したものなんで、微生物には何の対処も受けないと思われてたんですが、実はその中に今日ご紹介した AQDS のようなキノンという部分があって、でそこが電子の受け渡しを、しているんじゃないかということが言われました。それで、そういう機能を持ったものを添加してみるとどうなるかと思ってやったのがこの実験です。ですので、もともとその場で行われていたものを活性化するので、やめてしまえばまた元に戻ると、いうふうに、もちろん実験で証明しないといけないと思っていますが、そのように考えています。ありがとうございました。他にご質問のある方はおられませんか。ちょっと実験の内容についてですね、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども、その基礎の、浄化する微生物を、30度の浸透培養されているということだったと思うんですけれども、これなんか、ご説明だと、基礎を、還元するということだったんですけれども、それは培養条件としては抗菌の方が活発に培養できるか、そうやってるということですか、それとも嫌気状態での培養もできるということなんですかね。と言いますのも、実際のその地下だと基本的に嫌気状態になると思いますので、ちょっとそこが気になった点で質問させていただきました。はい、ありがとうございます。スライドお願いします。今日
説明を省いてしまったんですが、実はこの実験するにあたって、実験するにあたってですね、こちらの、まあ、写真に見えますように、ゴム栓をして、アルミキャップでギュッとくっつけておいて、でその中を、まあ、針を刺して、窒素ボンベから窒素を、持ってきて、まあ、針を刺して抜く方を作ってということで、まあ、この中っていうのは実は窒素で満たされて嫌気状態になってます。で、それでまあ実験をやってるの でこの菌も、もちろん酸素があると酸素の方を使ってしまうので呼吸条件では進みません。まあ、それで、こういう実験をやったわけなんですが、後半お見せした、まあ、バイオシミュレーションを想定した実験です と、例えば、まあ、あれでももう同じ条件にするために同じようなことはやってるんですが、浸透さえしなければですね、もともとそこには好気性細菌もいるので先に酸素を食ってしまってくれて、で還元状態を作ってくれるので、まあ、簡単に言えば置いておけば、まあ、この基礎の様子が進むような条件に、してくれるんじゃないかと考えています。よくわかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。大変興味深い発表ありがとうございました。一つ質問したいんですけども、今回電子メディエーターを添加して促進ということを行ったと思うんですけれども、電子メディエーターとあと他のところ汚染されてないサイトの土壌を添加して汚染された土壌の浄化を検討されたと思うんですけども、その他のところの土壌を持ってこずにその汚染サイトだけで汚染サイトにそのメディエーターを加えるだけで浄化できるかということといった検討はされたのでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。まあ、実は、最終的には今おっしゃったような形を想定しているんですが、で、まあ、汚染土壌もなかなか手に入るものではなくてですね、で、手持ちになった汚染土壌で、まあ、実験してみようということと、もう一つその米の中で、まあ、ヒ素呼吸細菌では最初そのヒ素で汚染されたの特殊な環境というのはヒ素で、まあ、好んで汚染されたいうところしかいないと思われたわけなので、まあ、そういうヒ素で汚染されたところ、好んで汚染されているところはいると。で、そんな中でですね、この、まあ、全くいないようなところ全くその汚染されてないようなところの、細菌の、能力をまず見てみようということでこれやってみたんですね。そしたら思った以上にうまくいってしまったということで、まあ、こんなその何のそのヒ素による選択圧もかかってないようなところにもう このぐらいの能力の細菌がいるんだったら、まあ、おそらくそのヒ素で汚染されているのがもっと高い能力を持つ細菌がいるんじゃないかと考えています。で、まあ、それについては、まあ、この、次の段階で、やっていこうかなと考えています。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。お時間になりましたので質疑応答を終了させていただきます。山村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。